次に、ジュゴンの話をしたいと思います。学名ジュゴン、ジュゴンと言います。英語ではジュゴン。これはタイの共同研究者たちが母親とはぐれて打ち上げられた、まあ、子供ですね。これに今人工的に栄養を与えよう、まあ、実は犬のミルクを与えていたということなんですけど、そういう、まあ、レスキューの状態をやってます。でジュゴンというんですけれども、まあ、ジュゴンとその仲間たち、実はこれジュゴンとこれマナティ、それからもう一つ、これはステラ海牛、体長11メーター、体重6トン。残念ながら乱獲によって1768年に絶滅しました。この絶滅の経緯というのはよく分かってまして、ステラ海牛というのはこのベーリング海、北の海に住んでるんですね。で、探検船セントピョートル号というのがですね、ここで嵐にあって、遭難しました。で、たどり着いたベーリング島、この周辺がどうもこんなに良くなった。ステラ海牛はポコポコいる。で、これを、まあ、取って食べて、このセントピョートル号の乗組員たちは無事に本国に帰れたわけです。で、その様子を、まあ、本にしたかわからないんですけど、こうヨーロッパの人たちが見た。そうするとみんなここに来てですね、このステラ海牛を、取り尽くしちゃった。たった28年で、最後の一頭を取ったという記録が残っている。でこれたまたま大阪長井の自然史博物館で、骨格の展示があったんですが、この下がステラ海牛、これがジュゴン、まあ、大きさが全然違いますね。で残念ながらステラ海牛はもう絶滅したんですけれども、ジュゴンの仲間のマナティ、それからジュゴンというのが今世界中でどういうところに分布しているかということなんですが、まあ興味深いことにマナティとジュゴンというのはちょうどこう地球の半分ずつで住み分けているようです。でマナティは大西洋の西側、それからマナティについてはこの淡水域、これはアマゾンですね、にもいます。ジュゴンは海だけです、淡水にはいません。インド洋、それから太平洋の西側の赤道を挟んで、北南のあったかい浅い海に住んでいます。でここで注目してほしいのが、ジュゴンとマナティの見分け方って、ここを見れば簡単に分かります。こう切れ込んでるのがジュゴン、丸いのがマナティ。でこの生息区域の中で注目してほしいのがここです。これはどこかというと沖縄です。で世界中で最も北に分布するジュゴンがいるのが実は沖縄です。で、これは鳥羽水族館で飼育されているジュゴンです。で鳥羽水族館ではですね、フィリピンから寄贈されたジュゴン、オスメス、それぞれ1頭ずつ、10インチセレナというのを飼育していました。ところが残念なことに10インチは数年前に、死にました。で現在いるのはセレナ、メスの1頭ということになります。でこれは、まあ、その飼育水槽のバックヤードなんですけれども、まあ、非常に人に、まあ、懐いているという感じです。でなぜ私たちがこのジュゴンの調査をするようになったかという、まあ、研究の背景をお話ししております。これは2005年、皆さんご存知だと思うんですけれども、沖縄の米軍基地、普天間基地ですね、大変危険な飛行場がある。でその飛行場を移転させようということで、当時10年前ですけれども、当時の自民党政権とアメリカの間で、合意されたのが辺野古に新しい基地を作るということで、話が決まった。ところが、まあ、政権交代等々右翼骨折があって、10年経ちました。でこれが昨年です。再び、まあ、普天間を辺野古に移転させるということで工事が始まったと、まあ、この辺は皆さんご存知だと思います。しかしなかなか簡単にはいかないという状況になっているということも皆さんご存知だと思います。
これが普天間基地です。もう周りが完全にこう市街地になっています。で、実はですね、ずっとこの仕事をするようになって沖縄には年に何回も行く。で、まあ、レンタカー借りていろんなとこ走ったりするんですけど、その時にですね、沖縄って当然戦争のいろんな悲しいことがあって、その記念碑とかいろんなところにあるんですけども、特に馬踏みの丘っていうのがございますけれども、なぜかその京都の塔というのがですね、この普天間のすぐ近くにあるんですね。で、なぜかなとずっと思ってたんですけれども、一度行ってみようということを言った。そうすると この場所なんですね。今普天間基地を見下ろしているところにこの京都の塔ある。で、これは何かというと、まあ、沖縄戦末期の頃ですね、この今立っているその高台をですね、守るために多くの兵士が当然そこで亡くなった。で、そこの守備についてたのが京都出身の兵隊さんの方だったと。で、ここで2500数十人の京都出身の方が戦死されたということで、この高台に京都の塔が建立されたということをですね、初めて行って知った次第であります。で、そこから見て、これオスプレイ、これは先月行ってちょっと撮ってきたんですけど、これが今問題のオスプレイですね。で、この飛行場をこの辺野古のキャンプシュワブに移すというのが、まあ今行われていることです。ところが、この辺野古のこの周辺に、世界で最も北に分布するジュゴンが住んでいるということが実は私たちの研究の背景になっています。で、10年前にですね、ここに飛行場ができるということが決まってから、この周辺のジュゴンをいかにして守るかということが、まあ、国の大きな一つの事業になった。そこで私たちは、まあ、ジュゴンの、まあ、生態を調査する。で、願わくばジュゴンが例えば工事中に工事の船に巻き込まれて死ぬっていうようなこと、こういうことは絶対避ける。それから当時はまだですね、ジュゴンが何頭か年にですね1頭、あるいは2年に1回ぐらいその漁業で混獲されるという時代がありました。で、それを何とか防ぎたい、そのためにジュゴンの生態を知る必要があるということで始まった調査です。で、私たちは、ジュゴンが水中で鳴くということを知っておりましたので、その鳴き声を調べるというそういう研究を始めることにしました。で、ここで皆さんジュゴンの声とお聞かせいたします。これはソナグラムといって、これが今ピヨピヨピヨピーってなりましたね。これ時間経過と、こっちが周波数。もう一回いきますね。このようにジュゴンはですね、だいたい4キロヘルツぐらいなんですけど、ここは4キロヘルツ。このような小鳥のような声で実は水中で鳴いてる。で、その声をですね、こう録音することによって、ジュゴンが近くに来たとか遠くに行ったとか、あるいはあそこにいるとかここにいるとかいうことを調べようという、そういうことを始めたわけです。で、そのための装置がステレオ式自動水中音録音システム、略してオーサムズ D と言ってますけれども、これはCD 音質、具体的に言うと 44.1kHz でサンプリングした音質をステレオで取れます。で、この装置をですね、本当は沖縄のジュゴンを調べる必要があるんですが、当時でも沖縄でジュゴンを発見することすらなかなか難しい状況でした。で、比較的ジュゴンが生息頭数がたくさんいるということが分かってました、まあ、タイでですね、ジュゴンの生音を取るということを始めました。タイのこの辺りなんですけれども、タリボン島という小さな島があって、ここにですね、先ほどの装置を設置する。これ非常に
重くって50キロあるんですけどね。で最初の年はこれ 10台作って持っていけないからクレート木枠で、航空便で持っていったんですけどね、持っていったというか送った、もうそれだけで輸送だけで200万ぐらいかかる、これは大変だというようなことで小型化しました。スーツケースの中に入るようにして、こんな話で大体5キロぐらい、これは当時の大学院生でうちの学生なんですけれども、が女性が軽々持てるような形でした。でこれでスーツケースに詰めて持っていくと。でさてどこに置くかっていう、まあ、ジュゴンがいるところにこう置かないといけないんですけど、ジュゴンはどこにいるかっていうのを探すためにこういうこうマイクロライトっていう、こう飛行機でね、こう探すわけです。これはなかなかスリルが あって、怖いんですけれども、慣れると大変楽しい。だいたい80メーターから100メーターぐらいの高度で、こう海面を見る。でこうして、ジュゴンがいるところを見つけて、まあ、こんな形に見えるんですけど、でそこのところに先ほどの装置を設置するというこういうことをやりました。でジュゴンは一体いつ鳴くのか、これは時刻です。0時から23時、夜中まで。でこれがですね、1時間あたりの鳴き声の数で、これを見るとこの辺り、まあ、夜明け前ですね、この頃にジュゴンというのは鳴くということが分かりました。で、鳴くということで、そのジュゴンの声を私は手にすることができましたので、今度は、プレイバック実験、その海の中に水中のスピーカーからこういう3種類の音を出して、でそれに対してジュゴンが反応したかどうかっていうのを調べました。最初の3種類なんですけど、最初はこれは実は先のピヨピヨピヨのピヨを切り出したものです。で2つ目3つ目はこれは人工的に作る、まあ、シンセサイザーで作った音っていう。でこれをですね、1分間水中のスピーカーから流して、その後4分間じっとジュゴンが鳴き返してくるかどうかを調べました。そうするとですね、やはり自分たち、あるいは自分あるいは仲間の声を切り出したものに対してはたくさん鳴き返してくるんですね。で人工的な応答に対してはあまり鳴き返さないというようなことが分かって、このやはり声というのはただ単に鳴いてるだけじゃなくって、やっぱり相手、仲間かあるいは他人か分からないですけれども、何らかのその情報伝達をしているんだろうということが、まあ、分かった。で実はこの時学生だったのがですね、今はもう立派な研究者になってまして、これ去年岩波から出たんですけど、ジュゴンの上手な捕まえ方という本を上司しました。これ実際比喩じゃなくて実際ジュゴン捕まえるんです、こんな感じで。その様子をちょこっとだけお見せします。まあ、ゾディアック、まあ、ゴンボートですね、これで OK で、今ジュゴンがこの辺に、ああこういうことですね、これはスーダンです。で一緒に乗ってるのはスーダンの航海大学のスタッフたちです。ちょっと長いんでこの辺りで、でこう飛び込んでいって捕まえる、ロデオ法というんですけれども、まあ大興奮なんですけれども、実は
今最後に飛び込んだのがうちの研究員の石川君なんですけど、彼はオーストラリアに半年ほど留学しまして、オーストラリアでは比較的ジュゴンが保護されてて、まあ、1万頭ぐらいいるところがあるんですけどね。でそこの研究者が編み出したジュゴンの捕獲方法なんです。でこれでオーストラリアでも1000頭以上のジュゴンを捕獲してます。それで1頭もジュゴンを傷つけてません。で石川君自身は半年間で70頭のジュゴンをこの方法で捕獲しています。でいろんな方法あるんですけど、網で取るとかいうことはあるんですけど、これは非常に危険、人間も危険なんですけど、ジュゴンも網に絡まるとジュゴンもその表面で肺で呼吸しますから窒息しちゃうんですね、網で絡めると。で結局この方法が、まあ、ジュゴンにとっても最も安全だし人間にとっても安全だということで、まあ、この方法を取ってるんですけど、パッと見はですねかなり荒っぽいやり方ではあるんですけれども、まあ実績としてはこの方法がいいということになっています。でそのジュゴンを何食ってるかということなんですが、実はこれも海藻ですね、海藻を食べてます。これはタイの先ほどのオーサムスを入れた海域干潟ということで、潮が引くと完全に空中に出てきます。でこうなると当然のことはジュゴンは食えないんですけども、徐々にこう海水がこう上がってくるんですね。そうするとジュゴンが餌を食べる。でこれは先ほどの干潟に、5メーターのパイプ鉄塔を立てて、その上にデジカメをつけてですね5分ごとに撮影していた。でこれが2月28日の6時19分、これが最後のシーン、この日の。この後日が暮れて、フラッシュは焚いてませんので見えなくなる。で明くる日の朝一番でここで、この筋、これ実はジュゴンが草を食べた跡なんです。でよく見るとこれはここにですね新しいのができてます。拡大するとこことここ、これが28日の夜から翌1日の朝にかけてジュゴンがここへ来て草を食べたという跡になります。でこのハミ跡の近くに先ほどのオーサムスを設置するとジュゴンが草を食べる音が、このムシャムシャムシャってこれ大体 0.9 秒くらい、まあ、1秒弱ぐらいの間隔で草をはむんですけれども、草を切ってそしてそれをもしゃもしゃとやるという音が実は取れます。でこのように水中の、まあ、動物のこういう出す音、まあ、鳴き声であったりあるいはハミ跡であったりというのを調べることによって、まあ、いろんなことが分かりますねということで、私たちは現在その辺野古、ここなんですけどね、でこれは実は防衛省の資料なんですが、ここに、飛行場を作るその期間中ですね、沖縄に生息しているジュゴンをその工事から、守る、そのためのシステムを今作っています。で残念なことにですね沖縄にいるジュゴンというのは実は3頭で、便宜的に A 個体 B 個体 C 個体ってつけてるんですけれども、 A 個体は実はこの辺りです。で B 個体はこの郡島の、これ郡島のすぐ近くで、 A 個体がオスで B 個体がメスなんです。で C 個体、これは多分この A 個体と B 個体の子供でないかと言われてるんですが、まだよく分かっていません。で性別も分かっていません。この C 個体がね困ったことに、まあ、困ったことってことないんですけども、実はこっちとこっちを行ったり来たりしてます。まあ人間に例えていいかどうか分かんないんですけど、まあいろいろ事情があってね、お父さんお母さん離れ離れ住んでるんですけれども、まあ息子か娘は分かりませんけれども、まあ、けながらに行ったり来たりしているという感じに実はなっております。で私たちが考えているのは、とりあえず B 個体がずっとここにいてくれると B 個体について心配することはない、で常に B 個体をここで確認し続けるということ、それから A 個体、これが一番危険なんですよね、ここにいるから。でこれも
じっとそこにいることを確認する。で、問題は C 個体。これがいつこう出てくるかわからない。これをですね、このあたりこのあたりチェックポイントを作っておいて、 C 個体が現れたら要注意といったようなことで警報を出すということを現在考えています。で、この古宇利島っていうのは非常に綺麗なところでね、あの氷大橋っても橋がかかってるんですけれども、これ、8月の10日の週に、実は、B 個体の鳴音鳴き声を問うためにこういう船を出してですね、ここからハイドロフォンを垂らしてもう3日間連続でやりました。もう夜なんかこんな感じでですね、でずっとヘッドホンでですね、聞いてるんですけど、で泣いたらこっちへ行くってのことをですね、3日間72時間ですか、調査をして、見事B 個体の面を取ることができました。これはまあ以上がジュゴンのお話です。